天体物理学において、恒星進化論とは、恒星の誕生から最後までに起こる、構成内の構造の変化を扱う理論である。公正進化論においては、恒星を生物になぞらえて、その誕生から最後までを、恒星の一生とし、幼年期の星、壮年期の星、老年期の星、星の死といった用語を用いる。 構成進化論で用いられている進化も生物になぞらえた言葉であるが、生物の進化とは異なり、世代を超えた変化ではなく一つの構成の形成から終焉までの変化を表している。構成は自分自身の重力があるので常に収縮しようとする。しかし、収縮すると重力によるポテンシャルエネルギーが熱に変わる。また十分に高温高圧になれば、 核融合反応が起こり熱が発生する。これらの熱によってガスの温度が上昇すればガスは膨張しようとする。このようにして収縮と膨張が釣り合ったところで構成は安定している。重力と核融合によるエネルギーを使い果たすと構成は収縮をとどめることができず最後を迎える。以下に現在の構成進化論による構成の一生を示す。 なお、一般的に構成は進化の過程で、構成風などの理由により、その質量を徐々に減少させていくため、下記のいずれの過程の太陽質量も、そのイベントが発生した時点の質量に基づくもので、あり、基地の構成の現時点での質量がそのまま当てはまるものではない。暗黒星雲の一部が近くで起こった、超新星爆発の衝撃波などを受けて圧縮され、 密度の高い部分ができる。するとこの部分は重力が強くなり周囲の星雲の物質を引き寄せるようになる。するとさらに重力が強くなり加速度的に密度が高くなっていく。この際に重力によるポテンシャルエネルギーが熱に変わるので温度が上昇していき熱放射が始まる。これが原子性である。 原子性は徐々に収縮して重力によるポテンシャルエネルギーを熱に変えて中心の温度を上昇させていく。この状態の星は不規則な変更をするオウシザ T 型星として観測される。中心の温度が千万 K を超えると水素がヘリウムへと変換される各融合反応が起こり始める。各融合反応によって発生する大きなエネルギーにより収縮は押しとどめられて、 星は、主系列性となる。主系列性では、各融合反応が激しくなると星全体が、膨張して、温度を下げて、各融合反応を弱め、各融合反応が弱くなると星全体が収縮して、温度を上げて、各融合反応を強める。このようにして、自動的に、各融合反応が調節されており、一定の温度、構造で安定している。この状態は、 中心の水素が枯渇して、ヘリウムの核ができるまで続く。ヘリウムの核の表面では、水素の核融合が進行し、ヘリウムの核の質量は増えていく。ヘリウムの核は、質量が増えると、かえって収縮し、温度が上がる。外装部の水素は、中心部の温度が上がるので膨張する。膨張につれて、星の表面温度は低下していきや、回路星となる。 この後の構成の進化はその質量によって異なる。質量が太陽の40倍を超えるような大質量性では赤色巨星への進化の途中で外装を吹き飛ばし内部の高温の部分が露出する。そのため赤色巨星にはならず青色巨星へと進化する。このような構成をウォルフライエ星という構成の内部は質量が 太陽の40倍以下の恒星と同様に進化する。赤色巨星の外装では、恒星の中心からの距離が遠く重力が弱いために、徐々にガスが周囲に流出し、外装を失った恒星は、核融合反応が停止した核の部分だけを残して、一生を終える。この核は、収縮により、地球程度の大きさとなっており、白色矮星と呼ばれる。 白色矮星は熱放射により長い時間をかけてゆっくりと冷却していき最後には光と熱を完全に失った黒色矮星へと変化していくものと考えられている質量が太陽の46%以下の恒星は赤色矮星と呼ばれ中心核の温度がヘリウムの核融合が起きるほどには上昇しないため赤色虚勢にはならず水素を消費し尽くして 各融合反応が止まった時点で白色矮星となり一生を終えるものと予想される。ただし赤色矮星の寿命は短くても千億年、長ければ十兆年以上に及ぶと推測され、これは現在の宇宙の年齢よりも長いため、このようにして一生を終えた星は現在の時点ではまだ存在しないと考えられている。質量が太陽の46%よりも 大きい構成では、ヘリウムの核の収縮が進行して温度が1億 K を超えた時点で、その中心部分で、ヘリウムから炭素及び酸素への核融合反応が始まる。すると、主系列性の時と同じように安定に調節される核融合反応が起こるので、星全体が収縮して、主系列性に近い状態に戻る。この時に、 恒星の外装が不安定な状態となり、星全体が脈動する、ケフェード変更性となる。中心のヘリウムが枯渇すると、水素が枯渇した時と同じように、中心にある炭素を呼び、酸素の核が収縮し始め、その周辺では、ヘリウムの核融合反応が起こり始める。そして再び膨張が始まり、恒星は赤色巨星となる。 膨張がある程度よりも進むと、構成の外装は不安定な状態となり、星全体が脈動するミラ型変更性となる。ミラ型変更性は脈動とともに、外装のガスを周囲の空間に放出していく。質量が太陽の8倍以下の構成では、中心核の温度は炭素が核融合を起こすほどには上昇しないので、質量が 太陽の46%以下の恒星の場合と同じように外装を失った炭素と酸素の核である白色矮星となってその一生を終える。周囲に放出されたガスは惑星上星雲として輝く。質量が太陽の8倍以上の恒星では中心核の温度が6億 K を超え炭素の核融合反応が起こりネオニアマグネシウムを生成する。質量が 太陽の8から10倍の構成では、さらに温度が上昇すると、ネオンやマグネシウムが、電子捕獲反応を起こし始める。すると、中心核での圧力が、一気に下がって、重力を支えられなくなり、構成は一気に収縮する。これが、重力崩壊である。質量が、太陽の10倍以上の構成では、核融合反応が、さらに進行する。 中心核の温度が15億 K を超えると酸素の核融合によりケイ素などがさらに25億 K を超えるとケイ素などの核融合により鉄などが生成される原子番号が鉄付近の原子核は最も安定な原子核であるので核融合はこれ以上は進まないさらに鉄の中心核の温度が上昇して100億 K を超えると鉄の原子核が ヘリウムに分解される反応が始まる。この分解は、吸熱反応であるので、やはり同じように、中心核での圧力が、一気に下がって、重力崩壊が起こる。重力崩壊の際には、莫大な量の重力による、ポテンシャルエネルギーが解放されて、構成全体が吹き飛ぶ。これが超新星爆発である。質量が、太陽の10から20倍程度までの構成の場合には、 超新星爆発の後に重力崩壊で押し潰された直径 10km 程度の中心核が残る。これは非常に強い重力のために原子核に電子が吸収されて星のほとんどが中性子からなっている中性子防止である。直径は 10km 程度でも質量は太陽と同じ程度の非常に高密度の星である。質量が 太陽の30倍よりも大きい恒星の場合には、超新星爆発の後に中性死亡死になっても、その重力を支えることができずに、重力崩壊が進行して極限まで収縮したブラックホールとなる。質量が太陽の40倍よりも大きい恒星の場合には、超新星爆発の規模が極めて大きい極超新星となる。極超新星は、 ガンマ線バーストを伴って観測されることもあり、中心核はブラックホールとして残存すると考えられている。質量が太陽の100倍よりも大きい恒星の場合には、通常の重力崩壊による超新星とは全く異なる対不安定型超新星と呼ばれるプロセスを経て、超新星爆発が発生する。このうち質量が 太陽の100倍から130倍の間までの恒星の場合、対不安定型超新星爆発によって恒星の一部が破壊された後に対不安定状態が平行状態に戻り質量の一部を失いながら恒星としての寿命が継続すると考えられており質量が太陽の130倍から250倍の間までの恒星の場合 対不安定型超新星爆発によって文字通り恒星全体が跡形もなく吹き飛びブラックホールすらも残さないような最後を迎えるものと考えられている質量が太陽の250倍よりも大きい恒星の場合には通常の重力崩壊による超新星や対不安定型超新星とも異なる光崩壊と呼ばれるプロセスを経て中心核が ブラックホールとして残存すると考えられている。質量が太陽の250倍から300倍までの構成の場合、中心核の鉄原子が完全な光崩壊を引き起こしてヘリウム4に変化する可能性があり、原子が燃焼できる理論上最大の質量で爆発することから、超新星爆発の規模は太陽の15倍程度の質量の構成で発生する。 数型超新星の100倍以上、極超新星の10倍以上にも達すると推定されている。しかし、質量が太陽の300倍を超える構成の場合には、中心核自体も130太陽質量を超えるため、ヘリウム4の中心核は燃焼できないまま、重力崩壊の途上で、ブラックホールへと直接変化し始める。そのため、超新星爆発は起こらず、 恒星は自身の中心部に生成されたブラックホールに飲み込まれるようにして消滅することになると推定されている。これらの進化の分岐は恒星に含有される金属が非常に少ない種族3の恒星でのみ発生すると考えられている。なお、種族 I や種族2の恒星の場合は質量が太陽の250倍を超えた段階から中心核が 重力崩壊の過程で、ブラックホールへと直接変化して、超新星爆発を起こさずに消滅すると考えられている。ありがとうございます。